今日はガチャポンの開封です。ずいぶん前にツイッターで見て探して見つけたので、ガチャポンやったんですけど、まあ、改めて開封、これですね。ハーマンバッジです。ピント合うかな。ハーマンバッジをやってきました。で、全5種類で、ね、1回200円でしたね。で、まあ中身はまあ説明書というか、まあ、説明も兼ねてるんですが、こういうの随分前なので、まあ、ないのかな。お店には、お店っていうか、まあ、でこれがシール、これ、ああそういうことか。これすごいな。まあまあ、これがとりあえず中身ですね。ハーマンバッジ、まあ、ちなみにこれはバードマンのものです。で、後ろにまあクリップになってる、ここがクリップになってて、ここが安全ピンになってます。ちょっとピントが合わないんですが。で、開けてしばらく知らなかった、このシールがちゃんと意味があって、カプセル捨てないでよかった。このカプセルにこのシールを貼ってバードマンにするっていうものです。知らなかったな。そのまま捨てて帰っちゃいますよね。で、まあ、これがバードマンで、まあ、この色が欲しかったんですごく嬉しいですね。もう一つが、よいしょ、赤と緑なので、パーマン3号ですね。で、パーマン3号は女の子なんだね。おー、だいぶうろ覚え。こっちにはパーコと書いてありますね。で、カプセルの色が、赤です。多分やらないとは思うんですけど、このバッジね、無地の T シャツ着た時につけたいなっていうふうに思ったんですね。ちょっと年齢的にきついのでカバンにつけようかなとは思ってるんですが、これ服につけたいよね。無地の T シャツの胸元につけたいですよね。まあさすがにバッジをつけるのはあれなんで、そういう T シャツがあったら着たいなというふうに思いましたね。結構しっかりしてる。なんかこういうの嬉しいですね。ここでパーマンバッジのガチャポンでした。